岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマは地球温暖化対策の推進、高森高原風力発電所の運転開始。東日本大震災津波での経験を踏まえ、エネルギーの安定供給に貢献し、クリーンな国産エネルギーである再生可能エネルギーの導入拡大が期待されています。岩手県企業局は一戸町に平成24年度から計画を進めてきた高森高原風力発電所を先月完成させ、今年1月から運転を開始しました。高森高原風力発電所は一戸町高森高原に建設し、今年1月から運転を開始した大型の風車11基からなる大規模な風力発電所です。企業局では風力のほか水力、太陽光を用いた再生可能エネルギーによる発電事業を行っており、これまで18の発電所で年間5億キロワットアワー以上を発電してきました。今回運転を開始した高森高原風力発電所は、ここだけで年間5000万キロワットアワー以上を発電する能力があり、企業局全体での年間の発電量はおよそ6億キロワットアワーになると考えています。企業局全体での発電量は一般家庭の消費量に換算しておよそ17万世帯分、県内の全世帯数の3分の1に相当します。高森高原風力発電所は再生可能エネルギーの活用に加え、地域への貢献についても配慮した発電施設です。高森高原風力発電所はおよそ一般家庭1万6000世帯分に相当する発電を行うことができ、県内の再生可能エネルギーによる電力自給率の向上に貢献しています。発電所の建設にあたっては、地元の方々との話し合いを重ね、景観への配慮や環境学習の場の提供など、さまざまな点で地域に貢献できるように進めてまいりました。企業局は地域とともに岩手県の再生可能エネルギーへの取り組みを推進してまいります。岩手県企業局はこれからも再生可能エネルギーの導入を推進していくとともに、地域への貢献活動も継続して行っていきます。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。